ヘンリク・グレツキー、ヘンリク・ミコアイ・グレツキー、ヘンリク・ミカライ・ゴーネースキー、1933年12月6日から2010年11月12日は、ポーランドの現代音楽の作曲家。ポーランド南部生まれ、カトビゼに移る20歳になるまで、彼は、勤勉な勉強家ではなかった。その後、パリで研鑽を積む間に、当時ポーランド政府の弾圧により聞くことのできなかった。 アント・ベーベルギア、オリビエ・メシアン、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの作品と出会う。やがてグレツキはカトビセェで音楽教授となるが、1970年代後期にヨハネ・パウロ2世のカトビセェ市訪問をポーランド政府が許可しなかったため、それに抗議して教授職を辞任する。デビュー時の彼の作品はピエール・ブーレイズをはじめとする。 ミュージックセリエルの作曲からと同じく前衛的な様式に基づくものであり、ルイジ・ノーノがインコンド・トゥリーと題した作品を発表すると、スコンド・トゥリーという題名の曲で切って、返すほどの挑発的な存在であった。第一次ポーランド学派の最優等生として評価され、ミハエル・ギーレニア・カイノセツ州に絶賛された。ジェネシス E イイで見られる音によるアナキーズムへの挑戦。 公共曲第一番のグロデスクなモノディ、スコンド・トゥリーの鉱物的なクラスターの響きは、まさに当時の前衛そのものであった。セリーを用いた作曲においても、断定的な沈黙が多く見られる。単音と沈黙の対比から徐々に瞬間的な音響と沈黙へと傾斜し、作風が変化した第二期や第三期でもこの傾向は顕著である。1960年代前半から、 ノイズ音響を解禁し、単なる半音階クラスターや複雑な火星よりも大きな効果を引き出している。なおかつリズム的なソルフェージは前衛世代よりも容易に行えるため、多くの模倣者がグレツキの後に続いた。その後、突如として宗教性を打ち出して第二期へ歩んでいく。この時期以降は、調整的側面への系統や巨大なモノフォニーなどを追求し、 結果的に理解されやすい作風となったとも言える。まずはじめに1963年作の弦楽合奏のための古風な様式による三つの小来る。この曲はドリア戦法で演奏が容易なのでしばしば初心者の弦楽オーケストラによって演奏されるが、公共曲第三番の下地になったのは言うまでもない。公共曲第二番以降のグレツキの音楽は16世紀以前の カノン技法から現代に至る音楽様式を参照しているものの、ペンタトニックの試験的使用の後に、単純な三和音やオクターブを用いる傾向がある。彼の音楽は、ホーリーミニマリズムと称され、しばしばミニマリズムと比較される。同じくたびたび比較されるアルボペルトのように、グレツキの作品に宗教的信仰を反映するものが多いのは、カトリック教とゆえの信仰心から来ている。 公共曲第2番コペルニクスやミューズ歌読では平易なメロディーラインに巨大な音響を付随させるといった作で前衛以後の潮流に乗ろうとするがすでにいくつかの瞬間で単純な和音の反復や宗教性を徐々に呼び始めている1970年代後半にはついに全音階主義に立ち返った第2期を締めくくった公共曲第3番 ヒカのシンフォニーは全作品中とりわけ有名である。この作品は1976年に作曲され、翌年ドイツの SWR で初演された。この公共曲は、オーケストラとソプラノ読書のために書かれ、三楽章形式を採用している。第一楽章では15世紀に書かれた愛が、第二楽章では、ザコパネにある下シタポ収書所の独房の壁で、発見され言葉、 そして第三楽章では民謡からそれぞれ歌詞が使われている。延長されたカノンが延々と弦楽器群によって歌われる第一楽章全演奏時間の約半分を占めるを持つこの作品は全体にわたりスローテンポに徹し同時に極めて陳視的である。1993年にノンサッチ社から発売されたデイビッド・ジンマン式ロンドン・シンフォニエッタ 動画アップショー、ソプラノによる録音は、ベストセラーとなった。これは、ベストセラーになることを、当初全く予期しておらず、単なるグレツキーのロンドンデビュー以上のものではなかった、伝えられている。実際は、とある放送の番組内で、テーマ音楽としてこの曲の第二楽章を取り上げ、繰り返し放送したことが、イギリスの人口に感謝した原因である。まもなく、翌1994年に、 ナクソスからも、アントニビト式による CD が発売された。その後もこの作品の CD 録音は増え続けている。この音楽は1980年代初期に有名になる前に、旧作、古風な様式による3つの商品とともに、島津武人がすでに日本に持ち込み、ボグスワフ・シェフエルの1976年の著作の作曲への誘いの日本分けと並行して、 スコアが手に入らなかったので音だけでアナリーゼが試みられた。1990年代はこの作品のヒットによってホーリーミニマリズムの潮流に乗る作曲家が次々と紹介され、グレツキはその生みの親のように認識されるようになった。グレツキはこの作品のおかげで世界中で講演を行った。クロノスクアルテットとのコラボレーションで知られる弦楽四重奏曲。 第二番あたりからは、死を暗示する沈黙の使用が目立ってくるが、この沈黙もブロック構造の中に取り込まれているので、特に遠征的には聞こえない。この時期から彼は、体調不良を訴えることが増え、創作数が激減する。その後も特に目立った作風の変更はなく、道路線での作曲活動を、細々と続けた。2010年11月12日、カトビゼの病院にて死去。 1978年には、ミコ・ワイ・グレツキと名付けた息子が生まれ、現在はミコ・ワイも作曲家として、世界中で活躍中である。グレツキ文下の最優等生であったアンジェ・クシャノフスキを1993年に亡くした後は、創作ペースが極めて落ち込むようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。